IFM の N です。今日は大晦日なのでちょっと豪勢にね鍋をしていきたいと思います。例年ね変なものを作ってるんですけど、今回はウィンナーで矢倉を作ったり肉を撒き散らしたりしていきたいと思います。ではここからはちょっとねパラパラ漫画みたいになるけど、どうぞ見てください。はい、ということでね、ソーセージの物見矢倉の周りに鶏肉を敷き詰めました。さらにこの周りにね豚バラ肉を入れていきたいと思います。ちなみにね今回使う肉はねしゃぶしゃぶ用の豚のやつなんですけど、しゃぶしゃぶなんて知ったこっちゃないんで、とりあえず煮ていきますね。ということでね、豚バラ肉敷き詰めたらちょっとありえないぐらいの量になってしまいました。お飲み屋ぐらい膨れそうです。でね、ちょっと買ってきたソーセージまだあるんですけど、これ以上入れたらちょっとまずいかなということで、先にスープ入れたいと思います。スープがですねこちらですね、よくスーパーで売ってる牛テールスープ、牛テール白湯鍋用スープですね、入れていきたいと思います。はい、ということで白湯スープタピタピに入りました。タピタピ、ひた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 に入りました。ちょっとこれを熱していきたいと思います。なんかバチボコにめっちゃラーメン屋みたいな匂いするなって思って見に来たんですよ。出来上がりつつありますね。ちょっと引き上げていきましょう。はい、ということで完成しました。ウィンナーモノミヤグラの肉ばっか鶏白湯、鶏白湯じゃねえ牛テール白湯スープ鍋です。じゃあこれ食ってね年越しに備えたいと思いますよ。でですね、飯食うのもいいんですけど、お酒大事ですよね。よく飲んでるこのストゼロダブルレモンを飲んでいきます。いただきたいと思います。変わってないように見えるかもしれないんですけど、肉多いんですよ。で、なんか試しに食ってみたんですけど、めちゃくちゃうめっす。今日はね、とか今回のね大晦日はね、肉ばっかり鍋を食べるということで、あとね年越しそばも控えているんで、それもまあツイッターかなんかに投稿すると思うんで、見てくださると幸いです。これは YouTube にあげます。ということで、皆さん良いお年をお過ごしください。今年もありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。では。